今回は、アメリカでは当たり前にやってたけど、日本ではやっちゃいけないこと女性困んのって思うんだけど。あるある。てか、なんならまだある。経営的にはどう？今まだ始まる前だけどさ、日本が変、アメリカが変。変っていうか、まあ、考え方によるとは思うけど、普通にやらしてくれてもいいじゃんって思うのは多い。あー、日本がちょっとキュッてなってる部分はある。そう、やらなくてもいいんだけど、うん、やってもいいんじゃないみたいな。あ、なるほどね。まあだからどっちの意見もわかるけど、そう、やってもよくね的な立場にはね。そう、あの、許してくれてもいいんじゃないみたいなところにはいい。まあ俺が実際に聞いて、純ジャパですから、はい、聞いてじゃあ判断していきたいと思います。まず早速、一つ目、お願いします。はい。学校におやつ持ってくる。あー、ダメだね、確かに。アメリカでは別にいいんだね。うん。おやつの時間もあるし、うん、授業によっては別に食べていいよって言ってくれる先生もいるし、うん、あ、そうかそうか。テストの時も、なんか甘いものを食べた方が脳が活性化されるからって、先生がアメちゃん配ってたり。もうじゃあ、ちょっとして合理的なんだね。でも俺は、学校におやつは超賛成派なの、そもそもが。超賛成派なの。それほどさ、その先生の脳が活性化されるからっていうのもそうだけど、うんうん、お昼だけじゃ足らん。普通に。足りない。小学校で。うん、俺マジでずっと空腹状態だったの。お腹すくよね、うん、毎日だからね、給食おかわりしてたら太って。いや、ずっと野球やってたんだけど、うんうん、そもそも運動量がやっぱさ、普通のセットよりも多いわけ、うんうん、そもそもが多いくせに、うん、野球やってたからさらに多かったの、うん、だから学校のお昼ご飯だけじゃマジで足んなくって、うん、家に帰ってからそこで一回ご飯を食べるの、うん、焼きそばとかさ、うん、焼き飯とか、はいはい、大量にこうやって作ってくれて、はいはい、それをうわーって食べた後に夕飯食べてた、うん、でも足んなかった。わかる。でも、うん、アメリカだと自分で調整できるよね。あ、そっか、お昼ご飯の量とかね。そうだから給食を頼んでも、うん、なんかおやつをつけるとか、あ、いいな、そのなんかサラダの量を調節するとか、うん、自分でできるから食べきれなかったらちょっとお前ってなるけど、 でも普通に自分で調節していいっていう、うん、ちっちゃい頃から自分である程度管理する。そうだね、自分を管理するっていう習慣はあったんだろうね。そうだからお腹空いたらおやつ食べてもいいんだよみたいな。なんかそもそもなんでダメなの、うん、それはね、なんか音楽の授業でみんなで歌ってるのにボリボリやそれはさすがにってなんだけど、そうなんかこういう時間帯で先生が今はいいよとかって言ってる時間帯だったら全然何にも抵抗なかったから、そもそもこうおやつが持っていかないことに衝撃ダメなのみたいな、持ってっちゃダメなのみたいな。めっちゃ賛成派。ポテチとかじゃない。俺の考えはそっちじゃなくって、うん、シンプルにご飯食べたい。だから、アメリカだと野菜とか入ってる。あ、おやつと言いながらね。そう。でも野菜、生野菜。生野菜。スティックの。人参とか。それこそ、ベイビーキャロット。ベンディーがさ、キュウリって言ったけど、ああいう感じなんですよ。リップもついてないやつとか。そのままで。いや、マジで一番かわいそうだったの、ブロッコリー生の。あ、それは嫌だ。もうあれは見てかわいそうだったけど。俺も食べたけどさ、動画で。あれも無理だわ。マミーは、手作りのクッキー入れたりとかくれたりとか、あとはちょっとしたポテチとか、なんかいろんなのあるんだけど、いいね。そう、大体なんか大きいのを買って、うん、ジップロックに小分けにして持ってくる。あー、そういう感じ。いいね。そう学校でもおやつを食べる風習を作っていきましょう、うん、どっちが空腹の子供たちをなくしましょう。個人差ってあるじゃん。そうそこはさ、日本の教育ってやっぱ考えられてないよね。そうだよね。ある程度個人差がある前提でいてほしいよね。学校におやつ持って行って OK にしましょう。あの、元先生の方々、何か反論があればコメント欄で体もしょぼしょぼしてくからさ。いや、そうなんか、運動ガリガリでずっとやってる人たちが食べるなって制限されるのって、普通に競技を良くしていくって方向にはいかないからさ。そう、あとだからびっくりしたのが、習い事の時もおやつの時間あったの。マジで？そう、だから私バレエやってたんだけど、うん、30分くらいで一回休憩があって、5分10分の、そこでみんなおやつ食べまくってた。そうなんだ。私も食べてたし、なんかすごい子はなんかポップコーンとか持ってくるんだけど、ね、うんうんうん、ちょっとおやつ食べたりとか、もうなんか合間に完食するのっていうのがすんごい普通なことだった。そうだったんだ。でも日本だとなんかそれがすごい悪じゃないけど、なんかちょっと悪いイメージがすごい強いなって思ったより、ズーカツさんがおやつに対して熱い思いが、うん、おやつに対して熱い思いを持ってます。おやつ、学校のおやつ。思うところいっぱいあります、学校教育について。じゃあ次ね。はい、2つ目です。どうぞ。ガムを噛む。
もう日本ってそもそもガムを噛むイコール失礼みたいな。目の前に人がいるときにガム噛んじゃダメだよね。アメリカだと OK なのか。いつでもどこでも。そっか。仕事中でもいいし。そういうことね。確かに仕事中でガムっていうのは絶対ダメだわ。そう、中高とかの学校でも OK だし、なんか小学校は飲み込んだりしたら危ないからってあんまり OK じゃないところの方が多くて、高学年だとたまに OK にしてもらえたりとかするんだけど、うん、でもガムってもう普通に生活の中の一部みたいな。へえ。でも確かに最初ケイと会ってすぐの時はめっちゃガム噛むなって思ったかも。うん。でも俺もガムが好きだったから、噛むの好きだったから、うんうんうん、ネガティブな印象とかなかったけど、うん、最近は噛まなくなったけど、一時期すごい好きで、なんかやっぱ口の中でなんかいるのが安心感。確かに日本で噛む感じも失礼になる。そうでしょ、うん、だって授業中もダメだし、うん、会議中とかもダメだ し、先生の話してる時に噛んでるのももちろんダメだし。仕事中もダメでしょ。そう、うん、びっくりして、なんでだって関係ないじゃんって思って。なんか失礼っていうのはあるよ。喋ってるとしまえばいいの。しまって噛まないけどいい。そうしまっていう。そうしまう。アメリカだとちょっとした研究で、確かね、双子で試すんだけど、うん、見た目でどっちの方が優しそうとかどっちの方が感情さそうって、ガム噛んでる人と噛んでない人でやっていくと、うん、ガム噛んでる人の方が優しそうとか印象が良かったりとか。どういうこと？マジで？アメリカの研究でそうなるんだ。そう、どこまで大人数でやったかわかんないけど、そのちょっとした研究があったっていうのをなんか見たことあって。結構面白かった。アメリカだと感じいい方になっちゃうんだよね。むしろね、ガム噛んでるとそうなんか社交的だったりとか、そう、優しくしてくれそうとか、なんかもうガム噛まずにってやってる方が怖いみたいな。日本と全然違うね。そうそれ見た時に、あ、日本ってもうそもそも噛まないって思って。次行きましょうか。はい、3つ目です。どうぞ。口笛。ああ、利用シーンかなり限られるね。基本ダメじゃん。ダメだね。え、私さ、結構びっくりしたんだけど、うん、パン屋でバイトしてたんだけど、朝お客さんいない時間帯で、うん、こうやって準備してる間、ノリノリじゃねえか。店長に怒られて。あ、そう。そう、めっちゃ怒られて、何口笛吹いてんだよとか言って、お客さんいないんだよみたいな。何が悪いのみたいな。そんなふざけたことするなみたいな。そうか、口笛イコールふざけたことになっちゃうから。そう、ふざけてるみたいなイメージになっちゃうらしくて、うん、なんかアメリカだと別にふざけてるとかじゃなくて、なんでもないんだよ、口笛って。でも、どこでもやっちゃうし、いつでもどこでもなんか好きな時にやるようなイメージで。なんかさ、俺がさ、日本人側にマジでなりきれないエピソードが何個かあるんだけど、中学の部活の時に、準備の時とかにね、はいはい、普通に口笛吹いて、吹いてから準備してたのって言ったら、全く同じ感覚で怒られて、俺これさ、中学だけじゃないの、高校もあるの。部活の時にディバティングしながら口笛吹いてたら、何が泣けてんだって怒られて、えぇ、と思って、あ、俺今口笛吹いてたんだ。無意識でやっちゃうの。これを分かってほしい。この人アメリカ人じゃないからなんでか分かんないんだけど、アメリカ人は無意識でやっちゃう。もうなんかちょっと気分が上がった時とか、鼻歌も歌うし、分かる。そこをふざけてるからやってるんじゃない。そうじゃないんだよね。ちょっと思うけど、キティの影響もあるかもね。ちょっと自分の気持ちが良くなるとさ、音で出したりするんだよね。ちっちゃい頃からそれでなってるから、もしかしたらその影響あるのかもね。だからでも許してほしい。別に悪いことしろわけじゃないし、そうちゃんと頑張ってやってるから。タイミングも悪影響じゃなくない。集中してやってるから。誰もいないさ、掃除してる時とか許してやってもいいよ、ね、って思っちゃうよね。まあ、ちなみに会議直前に口笛吹いて怒られたこともある。こんだけ学んでないんで。俺マジで無意識なんだよね。え、待って、私以上にやってる。もうね、何も言えない、これに関しては。アメリカのあれだと思ってたんだけど、日本育ちのズーカツさんが私よりこれで悩んでたっていう。俺これ結構悩んだよ。じゃあ次行きましょう。はい、4つ目です。どうぞ。日本だと違法になっちゃうんだと思うんだけど、はいはいはい、暖炉。家の中にあるあの暖かいやつ。そう、うん、よく憧れてたよ、俺ちっちゃい頃。あるといいなって思ってた。めっちゃいいの。薪をくべたいと思ってた。そこ薪くべってこう火をそらってそらってるというのも見てたい。暖炉って無限に見てられる。わかる。なんか日本に来た時、私の最初住んだ家が洋風な作りだったの。うんうん。暖炉ついてたんだけど使っちゃダメだったの、うん、あ、そうなんだ。なんか東京って使っちゃいけないのかな。あ、そういう意味、なんかあれだね、煙を出しちゃいけないのかな。そう、環境的になのか
いろいろあってだと思うんだけど、多分周りのね、そうそうそう、迷惑になっちゃうとか、ちょっと寂しかった。あ、そうなんだ。ダメなんだ。人工的なさ、メラ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 みたいな。あ、そうそうそう、わかる。暖炉めっちゃ好きなんだけど、ないっていうか使っちゃいけなくて、日本ではそれがちょっと寂しくて。そうだね。アメリカ冬になったらもう寒い日は暖炉の前で家族でみんなでココア飲みながらみたいなことやってたから。確かに確かに。それイメージあるわ。そう。よくドラマで見る見る。オーストラリアに留学行ったんだけど、うん、オーストラリアのホストファミリーのところにもあって。いいなー。あ、これこれってなった。これはでも日本だと体験できないのかな。あるとこあるのかわかんないけど、ちょっとアメリカで暖炉当たりたいな。次行きましょう。5つ目です。どうぞ。ハグする。ないですね。もう恋人とかじゃなくても、うん、家族とか友達とかもみんなハグするの。確かに。寂しかった、最初。あ、寂しかったんだ。できないの、寂しかった。うってなるんだ、やっぱり。学校の先生みんなにハグしてた、アメリカでは。そうだね。マミーに日本来た時に、学校の先生にハグしちゃダメだからねって言われて、行ったら、あ、それ天気じゃない。わかるよね、空気感でね。もうなんか全然ハグするタイミングもないし。距離感すっごいあるもんね、先生。もうめっちゃある。もうなんかさ、廊下ですれ違うとアメリカの先生こうやって待ってるから。すごいね、フレンドリーだね。前習ってた先生とかも、みんなもう廊下ですれ違うたびに、おーみたいな感じで、もうこんな手広げるから。いいね。じゃあ、おーって感じで。日本の方がずっとさ、教室に先生がいる割には距離感あるよね。めっちゃ距離感ある。びっくりする。確かにそういう話聞くとよりそう思うわ。そう、だからいろいろ考えてくれてるんだろうけど、生徒のことは。うんうんうん。いろいろ心も体も距離感を感じるよ。そうそうそう。少なからず俺はすごい感じてたから。私も感じてた、感じてた。友達同士も、だから寂しくて、日本だと確認してる。ハグ大丈夫な。どんな確認だよ。あなたは大丈夫な方ですか？大丈夫な人です。大体帰国子女の友達は、全然平気みたいな感じで。そうだね、そうだね。ってやってるけど、日本育ちだとそれなかなか、ちゃんとね、確認してから、そうじゃないとセクハラみたいになっちゃうからならないけど、確認してから、うん、あのハグしてるようにしてる、うん、女の子同士だったらね。そう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 。でもなんか別に男友達でも全然平気だから。まあアメリカではそうだもんね。そうそうそう。なんかそのノリでハグするとなんか友人の方がみんななんかすっごい気まずい顔されて、すいませんでした。腰が引けるよね、大成人のね。本当にびっくりして、ういってなる。これでもガチガチ、うん、なんかでも向こうが緊張するとこっちも緊張しちゃうから、あ、私は、ね、あやめとこっかみたいな。賢明な判断だと思う。大学の時に部活の友達とかとはそうやってやってた。そうか。まあでも気をつけた方がいいね。気をつけてる、うん、会社入った時もびっくりされて、うん、あ、本当にハグ好きなのね。はいってみんなにしたハグしてた。会社でやってる人いない。いなかった、いなかった。マジであなただけだった。みんなにハグしてた気が、うん、完全に言ってたもんね。じゃあ次行きましょうか。はい。6個目です。どうぞ。目を見て話す。あ、そう？うん。アメリカって異常なほどっていうか、アイコンタクトすごい大事にするのね。うんうん、授業中先生の目を見てないと怒られる。はいはいはい。でも日本って逆に見すぎると相手が緊張しちゃう。私が日本人じゃないかも。まあちょっと続けて。授業中とか誰も先生見てないの、そもそも。なんかこうノートを取ってたりとか、あんまり先生を見なかったりとか、うん、で先生がこれわかりますかって言ってみんな 目線そらして頑張って答えないようにしてたりとか、喋る時も相手の目を見すぎると、うん、え、なんでそんな見るのとかって言われたりとか。言われるね。まあ、続けてごめんごめん。ちょっと入れない。私、で、聞いたのが、鼻と口の間を見るのがいい。顔の方は見てた方がいいんだけど、うん、目をガチガチに合わせると、なんか恥ずかしくなるらしくて、鼻とかこう口あたりをこう見てると、日本的にはちょうどいいらしいです。なるほど。普通に喋ってる時も、目線全く合わせない人とか、普通にいるじゃん、日本だと。それがアメリカだとありえないの。もうめっちゃ失礼な行為になっちゃうの。絶対 NG なのね。もう目を見ない。イコール、もう本当に悪い態度を取ってるっていう。うん、もうそれで表してるんだ。そう。合わせないイコール、わざとあなたに対して悪い態度取ってますよ、みたいな。うん。みたいな意味になるくらい、大変なことなの。うん、でも、それを日本でやると、うん、目見すぎとか、ちょっと近いとか言われたりとか。あ、ねえねえねえ。ねえねえねえ。ね、わかるわかる。俺めっちゃわかる、こっち。こっちわかる。
俺はもう短くなり立たないんだけど、本当にちっちゃい頃から母親に喋るときはとにかく目を見て話しなさい、もうこれだけは口酸っぱく言われてきたの、だから俺はもうずっとそれを教えほしいって目を見て話してきたから、俺そこに対してはあんまり違和感を感じてないんだけど、よくよく言われる、目を見て話すんだねって、うん、よく言われるよ、ね、言われる、めっちゃ言われる。あと一回言われたのが、なんか男友達だったんだけど、うん、話してたらそんな見られると照れるって言われて、照れないで、それは言われたことあるんかい。やばー、え、ズーカツさんがこれ日本人じゃないからさ、この企画成り立たない。俺が言われたことあるのは、照れるもあるんだけど、うん、そのずっと目を見て話すから、うん、違う女の子経由で何々ちゃんがなんか好きらしいよみたいな、なんかすごい目が最近よく合うって言われてるよみたいな、好きなんでしょとか言われるよ、ね、好きなんでしょって言われて違うな、違うなってなるよ、違うなってのはあった、うん、単純に話すときは目を見てって俺はそう教わったから、でも忠実にそれを守ってやったらなんか違うらしい。あれだ、中立の立場とか言ってたけど完全にアメリカなんで住んだことないんだよね。よし、じゃあ次行きましょう。ここまで企画成り立たないと思ってなかったな。これ見てる人がっかりするかもね。7個目です、どうぞ。ジェスチャーが多いとダメ。あー、なんで見方違うんだよ。そういう企画じゃない。こっちに思い当たる節がありすぎる。わかるっていう、それで俺頑張って抑えて手を動かさないでとか知るんだから。いやだからそれが辛いって言われる。企画死んだな、これ、俺のせいで企画死んだな。俺が日本人じゃなさすぎて、なさすぎて死んだな。すみませんね、見てる皆さん、これは謝らなきゃいけないですね、うん、もう育てられ方が日本じゃなかったっぽい。育て方をもう通り越してる気がするけどね、うん、ジェスチャーが多いと日本だとなんかわちゃわちゃしてるって思われるからとか、うん、うるさいって言われる。そう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 、俺ひどいんだよ、特にこう手動かしちゃうんだよね、喋ってる時にこうやってやっちゃうのが、うん、うるさいってよく言われるんだけど、プラス俺顔もうるさいって言われるの、あで声もうるさいって言われるの、うん、わかる、俺全部うるさいの、やばくない。英語にはその概念ない、声とか音以外がうるさいっていう概念がない。顔面うるさい、ジェスチャーうるさい、声うるさいって言われても全部、うん、要するに存在がうるさい、うん、うるさいって感じ。辛くないこれ、辛い。どう立ち直れ、どうしたらいいか分かんないでしょ。じゃあ次行きましょうかね、8個目です、どうぞ。水をいつでもどこでも飲む。わかる。わかる。俺もめっちゃ思ってた、ふざけんなってめっちゃ思ってた。あんまりイメージないかもしれないんですけど、うん、アメリカ人も健康を気をつけたい気持ちはちょっとあるの、うん、で、その気をつける方法の一つ、うん、てか結構みんながやるのが、うん、水分を取る、うんうん、これかなり大事なことだからね。そう、本当に大事なこと、うん、アメリカだとそれが結構いい情報じゃないけど、うん、すごいみんなちゃんとやろうとするから、うんうん、こんな巨大な水筒をいつも持ち歩いて、うん、水をたくさん飲むっていうのだけはもうめっちゃやるの。他はなんか何食べるものに関しては、ね、そうなんか運動量とかに関してはいろいろなんか疑問点はあるんだけど、うん、水分を取ることだけはなんか本当にしっかりみんなやる。もうアメリカ人の友達が来るとなんか水飲まなきゃみたいな。あ、そうなんだ。そう、よく言ってて、いつも本当ボトル持ち歩いて、そうなんだっていうくらいそういう文化があるのね、うんうんうん、だから授業中はもちろんいつでもどこでも本当飲んでいいの。公共の場でもいいし、飲んじゃダメなところってもうほとんどない。授業中も普通に飲んでいいんだ。そう、いいな。で、水筒持ってないかったりすると、うん、先生手挙げて、先生にちょっと喉乾いたから飲んできますって言って、あ、俺それ、そう、廊下のウォータークーラーっていうんだっけに飲みに行って、普通だったの。私一回さ、バレないように水筒カバンに入れて、カバンごとおかしすぎたよ。喉乾きすぎて、カバンごとバッ。俺はいつでもどこでも飲めるようにしてほしいと思う、うん、こっちより完全に。じゃあ次行こう、9個目、どうぞ。食べ物を持ち帰る。
あーこれ確かに日本できないところが多いかも。できないよね、基本的に、うん、やっとそのコロナとかになってからそうね、そういうテイクアウトとか出てきたけど、うん、基本的にないイメージない。でアメリカだとドギーバッグって食べきれなかった分はもう持ち帰るのがもう普通、うん、あ普通なんだ、もう当たり前のように、いやもうだから食べきれる前提で出てこない。あだからあんな多いのか、うん、おかしいもんね、うん、まあそれが最近どん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 同行してきてるとは思うけど俺びっくりした、もうお昼ブリトー食べに行こうって言ってさ、ブリトーってこんなもんじゃんか大体、うん、大体こんなもんだのを想定して、あーオッケーオッケーってブリトーを1個頼んだらマジで大皿にバコーンって出てきて一人分みたいな、ってなった。あったあった。俺はちゃんと食べきれたけど、すげーな、私だって半分も食べれなかった。あでもあの女性は全然食べきれなかった、うん、で持ち帰りもしないといけない。もういらんの、ね、もういらんで、もう持ち帰っても食べないって言ってた。そういう文化なんだよね、だからね。そう、ガミバーくださいって言ったら持ち帰れるから、うん、もうそういうイメージで日本に来たら、もう食べきれない分を持ち帰れないので、なんかもったいない精神強いのに、そこはダメなんだっていうのが最初びっくりした。確かに。俺のイメージね、うん、ここに出されたものは、食べきらなきゃいけない精神が強いと思う、日本人。強い。でも、体調悪かったり、食べれない時とかってあるじゃん。今日はちょっと難しいみたいな。でも食べる。え、でも、それは私もあるんだ。確かに。あるね。あなたもここに出されたものは全部食べきらなきゃってあるね。だからさ、こうやって大皿にあるやつは別にさ、なんかみんなで分けるからまた別として、ここに出されたものは何があっても食べきんなきゃ。そう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 、あるあるある、ある、ある。その延長線で持ち帰ってもいいよっていう風にしてほしいなって、うん、そうだね。聞く話によると、ね、うん、アメリカだともう個人の責任、あ、自己責任になるから、自己責任だから、もうだからそれ持って帰ってお腹壊しても何があってもあなたの責任ですよってなるからっていうのを聞いたことある。責任はならないね。そうならないから、たとえその持ち帰った後に冷蔵庫に入れて数日経った後に食べたのに、その人、そう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 、そのお店が訴えられちゃうからっていうのを聞いたことはある。うわー、それはあるかも、めちゃくちゃ。そう、お店出た後は自己責任っていう、それくらいのあれはあっていいと思う、うん、確かにね。そのお店でしか食べてないのに食中毒があったらお店が悪いよ。確かにね。でも持ち帰った分はもう自己責任でいいと思う、うん、間違いない。で持ち帰りシステムあってもいいんじゃない、うん、って思う。でも増えてきてると思う。ちょっと増えてきたよね、うん、最近なんかね、なくはないなみたいな。なんか出てきたね。出てきた、すごいいいと思う。俺もいいと思う、これ。うん、だから、どんどん増やしていけ、ね、たらいいなと思います。で、量も増やしてもらって、値段もそのままでいいから、ね、量も増やしてもらって、次行きましょうか。はい。ラストです。どうぞ。知らない人に声かける。日本だとあれか、ちょっと NG か。うん。すぐ話しかける。同じエレベーターに乗ったら、喋り始めてる。通りすがりでも、ヘアー言うとか言って、知らない人でも言うし。いやー、あれはびっくりした。俺、ニューヨークで声かけられて、えってなった。すみませんくらい、日本だといいかなって、ね、うん、使った時にあ、すみませんとか言ってて、でもアメリカだとその後も、Oh, I'm so sorry, are you okay? みたいなところまで、なんか分かる、会話に持ってっちゃったりするの。ね、でも、この間、ああ、私日本人になってきたなって思ったのが、うん、なんか駅で、その外国人、オーストラリアの人かな、うん、が切符買うのにちょっと手こずってて、うん、駅員さんもちょっとあまり通じてなくて送ってなくて時間かかってて、わざわざ振り返って Oh, I'm so sorry って言われて、うん、パッと返答ができなかったの。あー、あったね、うん、来てなかったね。そう、 Yeah, it's okay とか、うん、Don't worry about it とかさ、パッと普通だったら出るのに、うん、こう日本にいるとお辞儀してたもんね。なんだろうね、そう、こうやってね出てこなくなっちゃう。でも俺これ日本で悪いなって思うところもあるの、うん、誰かが物を落とした時に拾ってあげる人結構少ない。少ない。めっちゃ面白い話あるんだけど、電車の中でおじさんがさ、めっちゃこんなって寝てて、うん、もうよだれダラダラで、携帯テーマでってなんかもうみんな見るでちょっと汚いみたいな感じだったの、うん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 、したらもう寝ててついに携帯落としたの、ボロンって、うんうん、もう寝すぎちゃってるんだ。そう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 、うん、もう全部ダルンダルンなの、うん、もう携帯落としてみんな、あ携帯落としたって思ったんだけど、まあ、多分起きたら言えばいいやって多分みんな思ったんだ、うん、そしてちょうど降りようとしてた女子高生たちがその携帯見つけて、え、誰か携帯落としてる、やばい、ちょっと誰かに言いに行こうとか言ってる。携帯持って駅降りちゃって、その子たちは妖怪と思ってたんだけど、持ち主に目の前にいたいよ。でもそこで見てた人たち全員いいことしたんだけどね。そう、誰も悪くないんだけどね。誰も悪くないんだけど、
めてるからいい子がいたんです。いい子すぎちゃって誰も止めきれなかった。その人のですよって誰も言えなくなっちゃって、ね、夢は止めていこうとかもう降りてプシューってなった瞬間みんな俺は声かけちゃうタイプなの、うんうん、思う。普通に声かけて、あ、この電車はこうですよとか普通に言っちゃうタイプなんだけど、うんうん、一回こいつにはマジで何も言わなければよかったって時があって、うん、あったじゃん、ディズニーシー一緒に行った時に、うん、ちょっと何個か前の女の子がやばい誕生日のシールだみたいな感じでその誕生日シールもらえるじゃんか、うん、そのシールをこう写真撮ってわーとか言って盛り上がってたんです、うん、でそれで盛り上がった直後にビラビラビラって落ちて、うん、全然気づいてなかったから、うんうん、で周りの人も誰も言わなかったから言わなかったね。何個か前だけど俺は行こうと思って落としましたよって、うん、親切心でね、こっちは最大の親切心で渡したら、うん、あ、どうもって言われて落としたの拾ったんだよみたいないや別にそんなねお礼をしてほしいわけじゃない、すごい俺ありがとうございますを求めてるわけじゃないけど、何ですかみたいな顔で見られて、うん、おい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 とせめて誠意を見せてほしいじゃん俺がそれが欲しくないわけじゃないけど、なんかあるじゃん、一言。一回踏んでから渡せばよかったと思って。渡すときに、お誕生日おめでとう。いや、もっと痛いわ、そんなの。もっと痛いわ。そのユーモアがあれば、もっと変わったかもね。なんだよって思ったけどね。そう。だからさ、声かけて損するときがあるよね、うん、日本だと。逆に怒りが湧いてくる人もいるから、なんか日本難しいよね。難しい。電車で席譲るのもすごい迷っちゃうの。ああ、わかる。なんかたまに断られるときの。ある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 。もうすごい辛いの。うん、一回立っちゃった後にもう一回座らされる自分。あと俺、下打ちされたことあるよ。なんで変わってあげたのに。遅いやつ。来てすぐやったのが遅いって言われて、マジで腹立ってそのまま座ろうかと思った。いや、すごいよね。俺親切心でさ、やったんだけど、そう、なんか日本ってね、こういうとこちょっと行きづらいとかある。そんな年行ってないし、みたいな。ああ、わかるわかる、それある。そのパターンあるのと、俺は次ですのでって言われて、あ、そうそう、次でも。ものすごい力で抑えられたことがある。おじいさんに、そんなにやんないでって。もう、めり込むからやんないでって。たまに戻されるよね。そうそう大丈夫だから。人が来ると、譲りたい気持ちと、なんかその恥ずかしいの気持ちがすごい戦ってしまって、わかるわかる、悩んじゃう。あ、そうなんだ。でも俺なんか知らないけどとっさに変わんなきゃって思っちゃうんだよねそう、なんかあっさりできる人いいなって思う、うん、あ、なんか私もそういうタイプになりたかったのに、うん、断られた時のなんか恐怖心が戻ってきちゃう。ああ、でもなんか断られた時は断られた時で、あ、この人が特殊って思っちゃう俺が。ああ、なるほどね。勝手に、うん、でもなんかそれよりも先になんか俺もロボットのように反射で年を取ってる、変わらなきゃっていうのって先に来るわけ。そう、だから物落とした拾わなきゃみたいな、あなたが困ってる助けなきゃっていうのがなんか勝手に頭に早くうわって来ちゃうから、なんかちょっとアメリカ人だじゃあだからそうやって I wanna be a hero。 じゃあ部活さんが日本に合ってないっていう回でしたなんか見てる人どういう気持ちになるんだろうこれ、ね、アメリカ行けってなる。絶対そう、日本出てけって絶対なってる。めっちゃ汗かいた白熱しすぎて。正直ズカツさんがここまで熱く語る回になると思ってなかった。私が熱く語る回になるはずだったのにズカツさんの方が熱い思いが多かった、うん、まあこれをどれだけ動画に使ってるかわかんないけど、皆さんにはでもかなりカットをした状態でお送りしてると思うから、どこまで使って方は使ったかわかんないけど、実際1時間くらい喋ってますこれだから日本でもそれわかるって思う人が他にもいるかもしれないし、絶対いると思う。だって俺が日本語まで日本語だってこう思ってるんだから、うん、絶対いるって。だってこれ見てる人って絶対こう異文化に対する意識が強い人多いと思うから、うん、絶対いると思う。その国に行ったら、うん、その国のルールに従うっていう文化もあるし、うん、それも理解できるんだけど、あのね、こういうちょっとしたことはね、そうそうそう、だから多少の生きづらさがあるよねっていう、一人だけじゃないよ、俺もいるしこっちもいるし日本の中にもいるしみたいな、だからちょっと柔軟にしてもいいんじゃないって思う部分もあるっていう話だよね。はい、そうです。そうじゃない日本が悪いんじゃなくて、うん、こういう考え方の人もいてもいいよねみたいなくらいの、そう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 って思います。今回は何だっけ、俺と共感する話だっけ、なんだっけということで、まあ生きづらさを感じてる方もいると思いますけど、あの生きづらかったんで、この動画を見て、あ、こういう人もいるんだなって思ってもらえれば、人生生きづらすぎた。違う俺でもだから思ってない部分もあったわけ。目を合わせていけないとかさ俺だって思ってなかったんだ。だから綺麗なんだろうなっていうのはあるよ。だから俺がは3日だったから変なイチャイチャを見せることになってしまいましたが、以上になります。ラーダーした。